相手はパート3ということで、ね、パート3ですね、はい、こちら4階のフロアになりますが、こちらはどういった展示でしょうか。はい、ですね、そちらはですね、プログラム2になるのか、ここは水内教者ゾウミたち未婚地域の現代アートと題しまして、東南アジア未婚地域ベトナム、カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマーのアーティストの作品9点がですね、展示をされている、回です。あ、この4回と5回で9作品が展示されています。で、こちら今回ご協力いただいたのがアウラ現代芸術振興財団というところなんですけども、まあ、ここの代表をしている籔本さんはですね、世界22拠点を持っている国際ローファームの創業者でもあります。で、まだ若くてですね、まだギリギリ30代かな。で、まあ、そのビジネスとしても成功されていて、で、彼自身がその東南アジアの方でアーティストたちと知り合ったことでですね、アートに感化され、で、それで、そのアーティストたちの特に映像作品のですね、コレクションをすることとかですね、あとまた財団の方で、アーティストの支援、例えばその女性事業だったりっていうことをやり始めている方です。で、籔本さんももう11年ぐらい海外、タイの方かな、にずっと住んでいたんですけども、実は今回このセンバーアートサイトプロジェクトの内覧会の日に大阪に帰ってきまして、で、今後は、大阪、関西を拠点としてですね、活動していくということを言っております。で、山本さん自身は大阪生まれ、紀南、和歌山の下の方ですね、白浜とかの方の、育ちの方です。で、今回このゾウミっていうあまり皆さん聞いたことがない言葉だと思うんですけども、まあ、ゾミアという言葉があります。まあ、概念としてあるんですけども、まあ、それはですね、この東南アジア大陸空部およびまあ中国南部の山岳地帯とその人々を意味していると。ということで、まあ、そのいわゆる西洋文明がもたらしているような資本主義社会とは一線を画して発展してきたような民族たちを指す、まあ、高知に住んでいる人たちとも言うんですけども、指しているという話です。で、その今回はその、まあ、大阪っていうところで水とかですね、まあ、その水つながりだったり、またそのゾミア的な感覚っていうのが大阪の風土にも似ているんじゃないかということで、はい、まあ、いろいろこの展示のことも含めてですね、調査をし、で、キュレーションをしてくれました。で、最初、籔本さんがこのアートローグに興味を持って連絡をくれて、で、お話をしていたときに、まあ、その映像作品をコレクションしているっていう話があったので、じゃあ千葉でちょっと展覧会をやるんで、作品貸してくださいよっていう軽いノリでお願いしたら、まあ、僕としてはそのなんか1点2点ちょっと借りるぐらいの勢いだったんですけども、まあ、なんかもうがっつり本気でキュレーションを、まあ、キュレーターチームがいて、その人たちがですね、がっつりと本気でやってきて、なんか9作品も展示することになってしまいましてですね、全て見ると2時間かかるという、まあ、ボリュームのある展示になっております。はい、3、4時間この資料とかも作れれば割と長い時間楽しめる。そうですね、時間に余裕を持って、もうこの資料まで読み始めるともうとてもじゃないけど1日ではという感じになります。ゾミアっていう本もあるんですか。そうなんですよ。まあ、もちろんそのゾミアっていうその概念自体もまあ諸説あって、はい、まああるんですけども、まあ、そういうところを切り口にするのは面白いなっていうのはあります。あとその、まあ、東南アジアのアーティストたちっていうのがやっぱり非常にこう政治的だったり社会的なことを取り上げている作品が非常に多いなと思っていまして、でその東南アジアのアーティストたちって、まあ、日本のようにそもそももう表現の自由なんて全くないような世界で、
さらに国内にはもうマーケットも全くないような状況です。だからもうあのアーティストをやるっていう、もうイコールグローバルに向かっていってるわけなんですよね。だからその輸出産業になってるわけなんですよ。でもその土着の文化だったり、その政治的なメッセージだったり、そういったものを盛り込んでやってるから、非常に強度のある作品が多いっていうのは、まあ、今回特徴として見えてきましたね。というような、あの本当にアリンさんというベネチア・ビエンナーレにも出展しているしたことのようなアーティストさんだったり、まあ、日本では初お披露目されているアーティストの作品があってですね、まあ、とても見応えのあるものになりました。というのがこの4回と5回で展開されております。映像作品と資料、はい、ですね。そうです、はい、じゃあそちらは個々の作品はぜひ来てご覧ください。そうですね、もう個々の作品は説明をちょっと割愛させていただきますが、以上ですか。そうですね、あとその、はい、まあ、内覧会の時にカンファレンスをしてですね、はい、まあ、橋爪真也先生という、まあ、年の研究者だったり、あとは、大林組の大林さんと、今度2022年2月2日に開館する大阪中之島美術館の菅谷館長との対談だったり、あとは大阪にですね、以前あった、アートのイベント大阪カンバスに関わっていた、まあ、本当に世界的にも活躍しているアーティストの西野達さんと、あとその時大阪府の府民文化部に行ってキュレーターをしていた寺浦薫さん、それと今府民文化部の部長をされている江島部長ですねに来ていただいて、お三方でその大阪カンパスを振り返りつつ大阪の可能性というのをお話しいただいたりもしましたし、あとは文化政策の研究者の、大下先生ですね、同志社大学の先生にも来ていただいて講演を受けて、まあ、そういうこともしました。そちらアーカイブは残ってアーカイブ、はい、はい、今後頑張ってあげます。そういう予定なんです、じゃあそれも楽しみ、はい、さっきもおっしゃっていただきました9月の5日なんですよね、はい、金曜日に行くということですので、はい、ぜひ関西圏の方大阪に来る、まああんまり今県をまたいで移動するなっていう言われている最中なんで、そうですね、厳しいところです、厳しいところですね、はい、まあ、ただもう万全 の、 そのコロナ対策を施してお待ちしておりますの です、ぜひお越しいただければ。アートノームさんとしては他の活動とか、そうですね、今年度からですね、万博2025年の万博を機に、まあ、国際芸術祭を立ち上げていこうということを、まさに今年度から、国の日本博というものと、あとは大阪市の女性に採択をされて、また万博のチームエキスポにも認定をされているという、そういう形で、立ち上げていこうと思っております。まあ、なので来年2022年2月頃はですね、この大阪には大阪中之島美術館も開館しますし、またまあ、まあ、我々のものはまだまだその芸術祭と呼べるような大きさのものではないですけども、そういうふうな、試行するようなイベントも開催していきますし、非常に盛り上がっていくんじゃないかと思っております。大阪も盛り上がるし、アートロールさんもますます活躍の幅と規模を広げて頑張りたいです、ね、忙しくなりますね、はい、頑張ります。じゃあ今日はお忙しいところお話を伺いまして、長時間ありがとうございました。ありがとうございました。また映像はゆっくり改めて再編集したいと思います。ちょっとこのフロアはちょっとしたら音が聞こえるかもしれませんけど、あ、そうですね、はい、でも本当盛りだくさんですね。そう、かなり盛りだくさんがいい、こっちはプロジェクターの際のこれは、私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 は
制作のイベントに、ムービー映すから、なんか、お話しちゃう。はい、まあ、あんまりね、そういうことで、こういうことで、はい、今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。